噛む。俺の布団では食わないでくれって言ってんだぞお前。おい、おっ、何気にね、この子多分 2,3 年ぐらい飼ってるんですけど、まあ気がついたらなんかケースがね狭くなってました。まあたまになんか余ったネズミとか魚とか鶏肉とか適当にぶち込んでたらね、なんかね太い蛇になってましたよ。ちっちゃい時はね、まあおめめくり食いのね小蛇だったんだけどね、まあ今もねおめめくり食いだけどね、うん、まあ、この系統の蛇は目がでかいね。やっぱり目が必要なんだろうね。まあとにかく食べるのが早いねこの子は。もうなんか頭うるせえなよ芋。ちょ俺の撮影の邪魔をするんじゃねえ芋。さつまいもとかマジで好きじゃないっすね。はい、焼き芋とかもマジ食べたことない。これマックのポテトしかあの芋好きじゃねえな。ポテトサラダってあるけどさ、あれサラダっていうかまあポテトじゃないかよ。あれになんか野菜的ななんか健康的な効果得られるとは俺は思ってないから食べないんだよね。いつこっちに顔が飛んでくるか分かったもんじゃねえ。あんまり鳥が好きじゃないんでしょうね。まあてか、あんまし哺乳類とかと縁はないんでしょうね。頼むからちょっと外に出ないでくれよ。大きかったかもね。まあ今日はこんな感じでね動画を追っていきますかね。まあ来年はどんな生き物を増やすのかな。まあちょっと来年はねあんまりちょっと生き物とか増やすそうにないんでね、まあいろいろとねちょっとやりたいこととかまああるんでね、お金かけたいことだけどね言うて、ちょっと生き物はねちょっと来年はちょっと
まあ現状維持って感じになりそうですかね。うん、こんな感じで今回の動画はこの辺で終わりにします。